今年のオーバルスプリントはノーブワイルド3連覇？いや、強敵2頭も登場。皆様こんばんは。稼ぐ情報競馬データ研究所の柳生でございます。本日はオーバルスプリント2020 5分でわかる外球データ編ということで、地方競馬特別編を行っていきたいと思います。それではこちらが本日のメニューでございます。まず1つ目に過去のオーバルスプリントを外球傾向を学ぶということで、外球馬は過去のオーバルスプリントでどのように構想しているのかを確認していきたいと思います。そして2つ目、今年のオーバルスプリントはどんな馬を狙うということで、過去の傾向から今年狙っておくべき外球馬のポイントを押さえておきたいと思います。それではこちらが2017年のオーバルスプリントの傾向でございます。1着は最多3レッドクラスターカップ3着から在球調整を行っております。そして2着はレーザーバレットサマーチャンピオンから在球調整を行っております。そして3着はブルドックボスクラスターカップ1着から在球調整を行っております。地方重賞交渉経由ということで、特にクラスターカップからの2頭がいました。そしてこちらが2018年オーバルスプリントの傾向でございます。1着はノブワイルド長月特別1着から在球調整を行っております。そして2着がオーケンビリーブクラスターカップ1着から在球調整、3着当選春風長月特別5着から在球調整となっております。地元浦和のレースからが2頭、そしてクラスターカップを経由した馬がこの年も馬券に絡んでいます。次に2019年オーバルスプリントの傾向でございます。1着はノブワイルドプラチナカップ浦和のレースを1着して在球調整、2着はワイドファラオユニコーンステークス1着から外球調整、3着はヤマニアンプリメクラスターカップ1着から在球調整となっております。地元の浦和のレースを使って在球調整を行いましたノブワイルドが1着、そしてこの年もクラスターカップ中央からはユニコーンステークスの馬が馬券に絡んでおります。そしてこちらがおまけでございます。オーバルスプリントのおまけでございますが、なんとなんと騎手の偏りが出ております。2014年から2017年の馬トーサキ騎手が4勝と4連勝しております。そして2018年2019年と坂井騎手が連覇中でございます。なんと過去6年で坂井騎手と戸崎騎手が独占勝利をしております。この傾向も見逃せないのかと思われます。オーバルスプリント2020で狙うのはということで、3つのポイントがまとめました。まず1つ目、浦和の長月特別かプラチナカップを構想した馬から狙っていくというのが良いということでございます。この条件に該当したのが6番のベストマッチでございます。こちらはプラチナカップ1着からの参戦となっております。そして2つ目のポイント、クラスターカップ構想から参戦ということでございます。2番のトップイエナーが該当いたしました。クラスターカップ4着からの参戦となっております。そして3つ目のポイント、鞍上が戸崎騎手か坂井騎手ということでございますが、今年もなんと3番のノブワイルドが坂井騎手を背に参戦してまいりました。こちらは3連覇がかかっております。ノブワイルド濃厚と思われますが、2番のトップイナー6番のベストマッチョにもご注意ください。本日も最後まで動画をご覧いただき誠にありがとうございました。皆様の予想や見解もコメント欄でお待ちしておりますので、ぜひお寄せください。レース前の平日も予想で盛り上がっていきましょう。そしてこれを YouTube をやってから楽しみにしておりましたが、チャンネル登録グッドボタンぜひお待ちしております。大変喜びますのでよろしくお願いします。そして LINE では最新の外球情報をお送りさせていただいております。サイト内でもなるべく早くまとめさせていただいておりますが、最終的な外球情報に関しましては LINE でお送りさせていただいておりますので、ぜひ予想にお役立ちいただければと思います。概要欄のリンクから1秒で完了いたしますので、ぜひ登録してお待ちくださいませ。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。